9番の伊藤が前に上がって誘導員をかわします。1番の木村は下がって4番手キープを狙います。外からは6番の物部が上がってきました。短期の競争4番手を狙うか、その後ろに2番の矢蓋続くような形になりました。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。9番の伊藤がペースを上げます。2番手は5番の安坂、3番手には3番の石川、4番手ですが1番の木村と6番モノデで並走している。その後ろですが2番、7番の並走、4番手は1番の木村が取り切ってバックストレッチ。9番の伊藤が軽快に逃げる。2番手5番の安坂ぴったりと追走。3番手3番の石川、4番手から1番の木村も上がってこれるか。4コーナーから直線、伊藤が先頭、追うのは安坂、粘る伊藤、迫る安坂、並んだゴールイン。9番の